はい、今日のメインディッシュはコラムニストの泉谷ささんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ようこそいらっしゃいました。えっと、二年ぶりぐらいですか。そうですね。はい、ちょうど二年ぐらい前ね。ご本の紹介で遅い。はい。今回のご本もすごくなんかもう懐かしい。ああ、もうわかるってことが盛りだくさんの。そうなんですね。八十年代の僕、ちょうど頭に。 この泉谷外というペンネームで、デビューといえばデビューなんだけど、書き始めたんですね。はい、そうですか。ええー、八十年っていうともな、ね。四十、四十一年。四十一年。年前ね、ご飯のタイトル、<laughs> 黄金の千九百八十年代コラム。はい、えー、その頃、書いていたコラムが、これなんですか。お、あのー、<お>集めたんです。す集めて、えー、集めて。面白かった。はい。 今回出ることになったと。そうなんです。一回出てても廃藩になっちゃってるのも。はいはい。一回出てたことあったんあのいくつか別のタイトルで出てた。その中からピックアップしまして、まあまだ未収録だったものなんかも入れたという。なるほど。あ、ご本人がこの四四四十年？四十年よ。四十年。四十年。まあ当時はでもコラムリストとコラムリストなんていうのも。 なおな。そうですね。ね<え>あたりからですよね。そうですね。あの。うん、ポパイっていう雑誌で初めの頃書いてて。ねあそこはちょっとアメリカ風の雑誌だったんで。うん、割とコラムっていう呼び名を使ってたんですね。それで僕もなんかそういう肩書きを直るように。うん なりまして。当時のね、そのおしゃれな仕事の。あ、最近の新しいおしゃれな仕事みたいなイメージでしたよね。えと、ポパイともう一冊あったね。なんだっけ。その後、ホットドッグプレス。ホットドッグプレス。女小判はオリーブって。いあ、女の子はオリーブですよね。うん。え、ホットドッグプレスとの。あれは、あの。ポパイとの。初めの頃はね、だからライバル誌だから、ポパイやってると、だからホットドッグはなかなか書けない。はい。はい。で。 ホットドッグの編集者に結構ご思想してもらってね結局書かなかったですからそんなの思い出しますけどね伊藤成功とかあれはどっちにいたんですかホットドックにいた向こうにいた伊藤聖光とか山田五郎さんね山田五郎さんもねホットドッグにいてそうですか僕よりちょっと下ですかね伊藤君なんかはそうですねあ泉さんがちょっと先に書いてたってことになりますかねあの でも僕もこれ初めの原稿書いたこれで二24ぐらいなんで、うん、若っだからここにのって24から35ぐらいなんですよ<ー>え。なんでそんなコラムが24歳で書ける、うん、いやあの時代は結構若かったんですよそういう若かったっていうか雑誌自体は若かったから結構若い人使ったんですよ。 今読み出すとすごいバカなんだよバカって若者が書いて大竹さんなんかもたまにテレビでシティボード初期の頃が出てきたりするじゃないですかああいう感じの照れくささあんだけどただまあ記録としてそのままね入れたいっていうんで私もバカでしたすごいバカでしたなんでこんなことしてるんだろうと思う自分のことがよくわからないですね今振り返ってもわかんないですからね バカなことが結構かけたというかねバカ、うんえー、というか今だといわゆるコンプライアンスですかねそっちがね、はい、先に警戒しちゃうところが今はもう芸人も何も大変です、うん、コンプライアンスが一番先に来ますから、えー BPO も先にきますしね,ねそれも大あでもなんか私80年代って1972年生まれだったんで小学生から中学生になるぐらいの頃のだからすごくなんかお兄さんお姉さんたち当時テレビってとにかくあの人数が多いから若者に見せよう若者に見せようみたいな感じで若者がなん,かなんかえらいこう持ち上げられてたじゃないですかだから自分よりちょっとお兄さんお姉さんたちがテレビの中ですごくこう大人たちからちやほやされててでその若者の 流行は今みたいな特集がしょっちゅうテレビでやってたんですよね。かそれを見てた子供として、もうこれ読んだら、なるほどそういうことだったんだとか。はい。で、今日も泉さんはちょっとそのなんていうんですか、アメリカントラッドとなんていうんですか、おしゃれなポパイ少年、ポパイ少年ってのを言われだけど、はい。あ、だからシティボーイズだって、 ポパイってシティボーイズ、ね・フォ、はいはい、<laughs> ー・マガジンとか,なんかそういう横目ついてたね。今にして思えば、まあ、当時からシティボーイズは随分と恥ずかしかったんですけど <laughs> <laughs> 当時も恥ずかしかしったんですよ <laughs> でも男の人はみんなじゃポパイかホットドッグプレスを読んでいろいろおしゃれとかどこ <laughs>、うん、にファッションねみんな勉強してで石鈴健介の「バン <laughs>、うん」とかねそういうのがあってね。うんうん アメリカっぽいアメリカっぽい今そのってらっしゃるそのなんていうそれジャンパーなんてこれはなていうんだろうブルゾンブルゾンって言うんですか今ブルゾンですかねスイングトップって昔あったかねスイングトップです昔はスイングトップっていう高倉健さんかそう健さん着ててそういうのを若い頃古着屋とかアメリカからちょうどそういう古いのがたくさん入ってきて大阪にあるねなんか古着屋ダって並んでとこ行ってジーパー探したりそのジャンパー探したりしてましたね。 そうか。僕は、まあ、だからボ、うん、ボバイボバイにそういうとこ乗ってんですよ。うん、あんまりおし、あめ、上野のアメ横なんかにわざわざ買いに行ったりした、うん。うん。 なんか言葉の流行とかも面白くて、はい、その最近の女の子は何でも可愛いって言ってかわ、うんはいその可愛いっていうもう今すっかりもうあの定着している簡単詞とかあるいはもう形容詞ですけどそれが80年代には最近の若い子がやたら何でも可愛いって言うぞっていうなんか新しい言葉としてねえ。 僕から見た、ちょっとした、の、が、ちょっと気にならなかったんだね。あの、だから、僕、この、文それから、二、二十六だから。その頃、の十七、八の漢字がね。なんでもかんでも可愛いっていうようになった。八年間、初め。ただね、読んでみて、全然逆転しちゃってる言葉があって。この頃、中で使ってるんですけども。キモイっていうのは、重要な肝臓の肝の肝だったんです。 でも今肝血悪いになっちゃって、当時はその何これが肝だよねとかいう意味の肝で肝いだったんですか。そ知らなかった。そっちの方があの優先してた。知らなかった。それがだんだん肝悪いの方になっちゃったから。だからこの中で肝いって褒めてんのがそれ知らずに読むと気持ち悪いって。そっかそっか面白いな。40年でも随分変わるんですね。 ご自分でこの本が出ててこ,う、まあ、これ載せたいなんていう作業をなさったわけだけど、えー、それはどんな気持ちですかってい,うかいや照、はい、れくさいのってやっぱ今読んで、はい、あの割といいぞと思うのもあるんだけども特に初めの辺で書いてるのなんていうのはこの竹内まりやさんの話とか、はい、さっきの「かわいい」とかね、うん、最初にスタジオ越イて雑誌で。うんうん 書いててた頃のっわざと軽薄に書こうとしてるような感じでちょうどその頃昭和軽薄文体なんて言われてねわざわざさっき言ったかわいいをカタカナ書きしたりカカタこういうのをうとうを音引きで書いたりね。 うん、その頃の深夜ラジオの D. J. の口調みたいな感じで文章を書いてるような。うんうん、なのが一種流行りだったんですね。うん、日本語の言葉をカタカナでわざわざ書く、ね。まあそうなんですか、はいはい。でも当時のね、こう。うん ペラペラとめくってみると冗談画報の話も出てそこで泉あさとさんが司会をなさったりしてて冗談画報っていう新しい芸人さんとかミュージシャンを紹介するフジテレビの深夜番組やってそこで初めてお会いしたのが大竹さん。ののそ頃やってたユニットがね、うん ラジカルガジベリビンバシステムよく覚えてらっしゃるもうそうただでさえ滑舌悪いのになかなか言えないんだよさあなんでなんでこんなの付けで言えないやかましいよ俺だって自分たちが宮沢がつけた名前だけどよくなんだかよく分かんなかったんだけどあれはユニットでユニットでまあ伊藤成子とかなんか竹田もは竹田も言いましたねはいまあ それで時代の端っこでとんがってたわけですけどもそれをフジテレビの冗談が横澤さんがやってたんだけど深夜の枠だったかねそれでそういう若いやつらをまあその世間に押し出してくれるような番組でちょうど司会が泉あさんがやってて伊さんののテレビいや初めてで出てくる前になんか一人で一人しゃべりみたいなするんだよねしかも、はい。 はい島、は、田、い、のデイゴートみたいなよく、うん、あんなのやってたら客,客入れしててはい、はい、ファンはその回出るバンドとかのファンばっかりの前でそういうネタ話みたいなのしてそれで出てくるっていう、はい、でもこれなんかこう最初上がるだろうと思って出てったら<れ>気が付いたらベタ,ベタベタ喋ってたって書いてありますけど。あ そういう話もあったかなと思ったよりそう、うん、テンション上がって喋ったっていう話もありましたね。うんうんうん、緊張して初めてでどうしようかと思ってたんだけども出たら意外とべらべらろんなことが喋れたって、うん、ね,す,ね,<ー>ねえすごいですよね。なかなかないよそんなこと。<laughs> <ー>やっぱりか書いてたそのか書いてる文体が割と交互的だったっていうのもあるんですねで横さんっていう、うんうん 表金属なんか使ってた、そのチームで作ってた番組だった。名プロデューサーが言われた人ですね。で横澤さんは結構活字が好きだったんですよ。だから伊さん書いてるようなことを喋ってくれって最初に言われたのはよく覚えてます。そうですか。そうか。でもすごいその冗談が本当に深夜帯っていうこともあったので、普通テレビでできないようなギリギリのネタをみんな選んでやってくるんでね。うんうん。であの頃はなんか。 そういうことをやるのが何ていうの新しいみたいな感じがありましたいわゆる「過激」っていうのはすごい褒め言葉のところがあったんでねそうですねまあんかちょっと枠からはみ出たはみ出たね感じのものをテレビが取り上げたっていうんですかあそこにいたねてたっけあの人そこにいたディレクターの長峰さんから。 もう東京の劇場という劇場を、うん、若手の劇場を見歩いてるんだよね。うん、テレビのディレクターの彼がそうテレビのディレクターの長見でってほうん。ああ まあ、そのうちもずっとお付き合いさせていただいたんだけど<ー>この永峰さんがあちこちで引っかかったものを横澤さんに提出して<ー>面白いですよとか言ってその一なん端っこに俺たちもいたっていう感じだよね。なんか私この5本読んでて<ー>そうかと思ったのが<ー>やっぱりその泉さんもなさってたその雑誌の仕事っていうのが<ー>なんかその,あのこの雑誌を読んでる人はこんな人とか<ー>この雑誌はこんなトーンとかっていう話が<ー>あのコラムニストの方以外の,あの一般の学生とかにも通用する。 ししてたしそれからテレビの世界もその雑誌の中におしゃれなものがあるって言ってこう見てたじゃないですか今どっちかっていうとねうん、うん、なんか雑誌ってもうそういう存在ではなくなってしまったので当時は本当雑誌が輝いてたなんか時代なんだなってそれ言うんならあれだよね雑誌もだけどテレビもだよねうん、うん、あ両方でテレビも,もうみんな見てたっていうか、うん、まあこの本の中にもテレビのそうそう 何インチの大きさの話が。そうですね。うん、特に八十年代ぐらいはあの、深夜のテレビっていうのが。独特っていうのは、うん、今でいう結構インターネット的なような。実験的な。ゴールデンとは違うメディアの感じがあったんですそれでだから、若い人だけに向けて。 たものが結構本望に作れたみたいのがあったんじゃないか。もう今もね、もうまああの当時あんなことしたの、ね、今もすごいテレビでかくなっちゃってね。うん、そのでっかいテレビ見てるのかと思ったらみんなスマホ見てるしね。わけわかんない。うち買ってでかいテレビあんだろうって。って <laughs> こんなちっちゃいスマホでドラムとか <laughs> サッカー見てるやついるからね。<laughs> サッカースマホで、ね。あん,あんなのもね見てる人もいるしね。うん ただコナムで面白かったのはそういうテレビ騒動がこっちにあるんだけどこう泉さんが書いたのはあのカップラーメンにミニが出たという話この流行る理由がね泉さんはなかなかつかめなかったと大きいのはさ出るのは分かるとまあなん,かなんか清涼飲料水でもさ一人前からさもっとたくさん4人3人で飲めるようなまあ大きな需要があるでしょ。それを ミニっていうかこうラーメンね <laughs>、うん、即席ラーメンミニにしたと <laughs> どうしてだって言ってますよね、うん、そう、うん、ミニが出てその間がまた出たりしてね、うんうん、でもあれってそのちょっと後に 女性誌がちょっとミニの出したりねしましたね。そうですね。あの雑誌のサイズ自体がね。え、何のサイズ？雑誌のサイズがちっちゃくなったの？そうそうそう。あの雑誌って大きいでしょ？カーサバルでしょ？あんとかノンノンってなそれのちょっと縮小版ってね持ち歩きやすいサイズ。あのぐらいからなんかニッを狙うっていう、のは隙間になんかもうちょいマーケットがないかみたいな感じになってたんじゃないかな。いやでも。 よく小さいのラーメンがだ、うん、って値段も書いてあるけど半分の値段じゃないよねちょっと割高なんだよね,だよね小さいのに高いんだよ。うんうん、それが流行ったんてい,いうかカップラーメンはまた違うかもしれないけどお茶のであの頃玉露っていうのがあったんでわざちっちゃい。うんうん あの缶なんだよね。缶がね。缶時代がちっちゃかった。あれなんかちょっとちっちゃくてちょっとしか飲めない贅沢感を表現するみたいなのがあって、それはやっぱり一種のバブルの時代を反映したものかもしれないですね。大量生産のね規格品からちょっと一線隠したレア感があるみたいな。うん。じゃないのかな。いやでもねそのミニミニがね、それなんかこうなんていうかな気軽さっていうのと、なんかこうだって腹いっぱいになんないんだよ。 になんか食った。<laughs> そりゃだからさ、<laughs> 普段腹いっぱい食えるっていうのが当たり前だからこそ腹いっぱいにならないのが。なんかおしゃれとか珍しい,い。腹いっぱい食えや、いい、いいもんじゃなくなったんですよ。だから。これちょっと食うのもいいって。うんうん っていううよなあるじゃんもう飽食になったからこそのねニーズなのかもしれないけどさっきの雑誌の例でいうとあれはちょっとなんかもうちょっと時代が下ってますしあれはなんか女性誌が売れ行きが落ちてきてなんかやっぱり重くてかさばるから人が買ってくるんいみんなスマホでね情報見るようになっちゃったからだから持ち歩きしやすくしようって言って女性誌ね縮小したのでちょっとそこはまた時代のね様相が違ってるのかななんて。 後ろの方の8年代後半ぐらいにもうセクハラって出てきてるけども今とやっぱり全然捉え方違ってだから小島さんとか読むとカチンとくんじゃないかとか思っんです時代。だからやっぱりね自分で見てもさすがにこれはまずいなっていうのもあったからね今の自分の感覚で読んでよくこんなの書けたなって。 いう確かセクシャル、うん、セクハラが流行が対象になったのは93年ぐらいですからね年ら、うん、80年代終わりぐらいっていうのはまだそんな一般的にはなってない言葉だったそういうのが話題になり始める頃80年代終わりぐらいから。 あの私これ全然話また変わりますけど、うんはい、面白かったのが「うん、ニュースキャスター」について書いたところで、うん、その80年代の松平さんつまり久米宏さんが登場する前、うん、久米前夜の,その松平さんの存在感の強さを、うん、なんかこう他のニュースキャスターはそのね日本のねその茶舞台の今に馴染むような、うん、あの穏やかな存在感なのに、うん、なぜか NHK の松平さんだけはおしが

テーブルに置いてあるみたいなことになっちゃうね感じがねでもそれ以外のなんか NHK のドキュメンタリーの松平さんのナレーションはものすごかったよねそうそうだから僕が書いてる頃なんていうのかなそういうのが取れて違う松平さんですねあのナレーターになってからナレーターになってあちょっとなんかあの

ちょっと崩れ松平さんはだって NHK の形を崩したってのがあって NHK の形は松平さんが崩したと民放の形は久米さんや古田さんがですね。だから予定調和的なニュースからまあどっちかっていうとねそのライブ感のある。 あのニュースでそのニュースキャスターっていうのもそのなんかこうねいわゆるこう見識の,のあるみんなのお手本になるような人からもうちょっと皆さん目線にとかそういうあの当時としてはすごく新しいニュースキャスターを目指されたんでしょうね、うん、おそらく久米さん以降ってね。うんうん、でも久米さんと一回話した時に一緒に番組なんか、ね、久米さんと番組やったりした時、うん、もう俺らもう好きなことしゃべるじゃない。うん、でそれ久米さんが見てて僕はテレビで自分の思ったことをこう。 10秒喋ったことないって言ってたよ。まあちょっとは喋ったんだねと思うんだけど、自分の思ったことなんか10秒も喋ったことない。あんたらなんだと。最初から最後まで台本も何にも考えてない。なんでそのそのっていうふうにねちょっと怒られたことがあるんだけどね。なんかきっとねそのニュース番組の中で表情とか仕草とかいろんなことを工夫されたでしょうね。同じコメントを読むでもそのニュースで自分は 反だからそういう映像メディアの特性、うん、テレビっていうメディアの特性をとてもうまく使うというか、うん、あのそういう表現でニュースをやるっていう人はそれ以前にはいなかったのかもしれないですよね。 え派閥、何、やめて。小はどの流れを組んで。わかんの、私は久米さんとラジオをやってたときに、久米さんが、なんか、いや、僕んちのさ、テーブル大理石でできてるからさ。あどんぶり置くと割れるんで、あの、なんか、かけるんだよねっていうから、そんなの毎日わっちまえとかって言ったことありますけどね、なんか、大理石。だったら、大理石の上に、ダサいビニールシーチまえとかね、言って、なんか、あの、嫌がらせしたことありましたけど。久米さんには、でも、そうじゃないんだからな。大理石なんか、引くなっていや、でも、なんか、まあ、そう冗談として、でも、久米さんとラジオやってたと。 教えてていいただやっぱり勉強になったのは予定調和なんかだったら放送する必要ないとだから別に放送中にじゃ例えば小島さんと僕がお互いカチンと来てむっとしたまま放送するのだってありなんだってむしろそれだから放送する意味があって最初から仲良し講師の原稿ができててニコニコしながら放送するんだったらそんな意味ないよっていうようなことを何度かおっしゃっててそれはかっこいいなと思いましたね。 もうちょっと収まってる感じするよね。ねテレビのいろんなのやってると、うん、やっぱちょっとこう予定調和な感じも伝わってきませんか。作り手がね、うん、あの出演者を信用してない部分もあると思うんですよね。だからなんかこう出演される方とその出あのまあ、演出される方の間に信頼感があって。 で放送ってなんだろうかっていうことをちゃんと真面目にこうあの話し合う時間なんかも積み重ねた上でじゃないとなかなかできないのかもしれないですね。ニュース先生、ごめんなさい。ニュース先生の頃はでもね、あまだ結構我慢してさ、初め一年ぐらいはあれ、視聴率低かったんじゃない？なんかね、八十九年にやっぱりいろんな世界的ニュースが起きて、結構あの頃テレビ自体にそういう体力が さんたかでそうううそそそ山さんのことも含めて泉さんが今度の本のコンプライアンスでたくさん引っ掛かるとこがあるねっていうのを自分で読み返してると思ってらっしゃるけどこれがもう引っ掛かるようになっちゃった時代はどう受け止めていらっしゃいますかそれはそれでしょうがないっていうのはあるけどもだからインターネットの炎上っていうのも要するに見なきゃいいっていうのはありますよね。

陰毛今3回言いましたよ私3回も言わせないで陰謀とカミソリとうんちとどれがいいどれがいいって最悪の三択ですよだから要アナログだけど入ってる時の刺激とさ要するにインターネットで炎上するっていうものはまだ違うしねどっちがでかいかってたら言い難いと思われるんなんかぜひ今度そういうねご本も拝読したいです泉さんが今をねどうご覧になって。 あ,あそういう話ちょっとってね、うん、こうやっといた方がいいかもしれないですね。うん、この時代のコンプライアンスが困難になっちゃってるけども、うん、この中でこうだからコメディアンなんか本当に頭いいですよ今。うん、当時のあんまあの俺たちなんか今の頭の良さを持ってないですよ。うん、<や>先にだからみんな予防線が張れるようになって、ねうん。そうね。ぜ、うん、マスコミを含めて全部が官僚的になったらっていう。うん のはあります。ちょっとぜひまたね、あの、そ、この部分をね、ゆっくり伺いたいので、またぜひいらしてください。えっと、皆さんね、この泉あさとさんのご本、え、三賢者、え、三つに賢いという字で、三賢者から。泉あさと実践、黄金の千九百八十年代コラム、絶賛発売中です。税込二千四百二十円、分厚い本で、めちゃくちゃ面白いです。お読みください。本日のゲストは、泉あさとさんでした。あれ、髪をあぶると、炙り出すと死ねって字が浮かんできたの。それ、あの、それファンレターじゃないね。 呪 <laughs> いのね。